はい、メガネにかなう上杉一平です。今年、2019年5月16区から20大阪市立芸術創造館で赤穂自慢漁業組合 VS 大阪暴力をやります。作が、次郎松田さん、はい、この大発明です。そして泉広介が演出、はい、爆弾さんが演出します。これはオリジナル、オリジナルです。はい、どういう世界のやつですか？ある島があるんですよ。はい、である島にもともとある漁業組合があって、はい、それを利権を取りに来る大阪の暴力団なんです。はい、結構その男だらけのバトルが繰り広げられるはずなんですよ。へえ、寿司三昧の社長とか出てくるんですか？寿司三昧の社長って出ない。これなんか言うていいのかどうなんか、あの沖縄のある島っていう設定なんで、沖縄の漁業組合とその利権を取りに来る大阪の暴力団の戦いっていう話になる予定です。きっついバイオレンスにしてくれとは言うと、きついバイオレンス、はい、あのなんかなんていうかな、綺麗なこう殴り合いじゃなくて、あの痛そうに見える殴り合いにしてって言ってオーダーを出してます。もともとね、これまあこれ言うていいんかな、女性いない状態で考えてたんですよ。ほんでもうほんまに男のみでやろうとしてて、ただその次郎さんと相談をしてる時に女性も入れてくださいっていうオーダーが出たので、まあ、じゃあ誰にしましょうって相談してこの3人になったんです。男に関してはもう大体俺がこの辺にこう悪みをやらせたいなっていう人たち。へえ、じゃあそういう男臭い感じのぜひ期待して、はい、芸術創造館で、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。はい。